腕不実のザヤウミウシは、藤田ウミウシかのウミウシの一種。インド太平洋に分布し、ピカチュウウミウシの愛称で知られる。インド洋と西太平洋及びメキシコ湾に分布。体の大部分は大概色だが、触角の根元や背面突起、ビブには青色ムラがある。これらのブチは黒で縁取られ、また背面の中央に見えるエラも黒い。 水深10メートル前後の砂底に生息する。模色性で、私有動態である。特徴的な外見から、日本のダイバーの間では、ピカチュウウミウシや、ピカチュウの愛称で親しまれ、ウミウシ観察を目的としたダイビングが普及する、きっかけともなった。英語でも、ピカチュウニューデブランクと呼ばれ、この名で検索すれば、多くの画像を見ることができる。 記載年を1883年とする資料もあるが記載論文の論題の下にボールゴレッジット・イン・デア・バーサン・ラン AM ・ AM7 ・ MRZ1883 とあることによる5人で実際に掲載紙が発行されたのはその表紙にオース・ジェベン・エンで MRZ1884 とある通り1884年となる国際動物命名規約における学名の公表日は 学会等での口頭発表時ではなく、印刷物として出版された日とされるためである。ありがとうございます。